33人の東方人の旗ウルグアイの国歌は、その名の通りウルグアイの国歌である。パラグアイの国歌の作詞を手掛けたことのあるフランシスコ、アクーニャとフランシスコ・ホセが作曲を手掛けた国歌である。1833年に歌詞が採用された。冒頭の歌詞の一節から、東方人よ、祖国か墓かの名でも呼ばれる。11番まであるが、通常以下のように1番だけを歌う。 壮大なものが多い南米諸国の国家の中でも突出しており世界最長の国家とされる歌詞は105小節演奏時間は約6分もあり前奏だけでも1分近くある11番まで演奏すると5から60分もかかるため公式には前奏コーラス1番コーラスという形式で演奏されるそのため 前奏付きとなしの二つの短縮版があり、国際的なスポーツ大会等の聖書ではそちらが使用されている。このように長大となった理由として、制定当時対立関係にあった隣国アルゼンチンと競うように互いの国家に菓子を追加して長くしていった経緯がある。また、他の南米諸国が創始国であるスペインからの独立を歌っているのに対して、 ウルグアイの国家のみはブラジルからについてである。ありがとうございます。